教えて花郷先生。皆さんこんにちは、小林豪です。こんにちは、中里春菜です。こんにちは、ぽんちゃんです。前回は面前相撲と丹野王という2つの役のお話をしました。今回も新しくいろんな役を紹介していきたいと思います。ただその前にですね、役が同時にできることがあるんですね。え、先生、同時にできることなんてあるんですか？そうなんです、あるんですよ。実は前回教えた面前相撲と丹野王ですが、丹野王の手を作って最後に面前相撲で上がれば、ああ、2つの役を作ったことになりますね。そうか、2つできる。はい。でこの時の点数の数え方なんですけど、はい、2役できたとか2点できたとかそういう言い方ではなくて、役を数える単位が決まってます。それは半という言葉で数えます。半、1半、2半、3半っていう風に数えていくんですね。で今後役がいろいろ出てきますけども、そのたくさん役を作って1半、2半、3半、4半と高い手を作っていけるように将来的にはなると思いますので、今日は新しい役を教えていきたいと思います。はい。まず最初に教える役は役配です。役配、役配という役です。役配っていう役、役配っていう役、名前です。役配っていう名前の役、役配。ややこしいね。ややこしい、ややこしいです。はい。まずはじめに白髪春っていうあのカラフルなやつありましたよね。白髪春、あったあった、うん、あった。あれはいつでも、誰でも3枚揃えたら役配です。めっちゃお得。すごい。ちょっと待って先生。何何先生、はいはい、これでいいの？あら、ぽんちゃん素敵。白髪純1枚ずつ。ダメって言ったでしょ。ダメですよ。一番最初に小馬郷先生に教わりましたよね。自配は並び数字では使えないんです。ああ、忘れてましたね。いや、覚えてた。はい。というわけで、白髪純というのは並び数字では使えないので、同じ字を3枚にしなきゃいけないわけですね。はい、はい、白だったら白白白、純だったら純純純みたいにしないといけないわけですね。覚えてた。ちょっとふざけたね。そう。次は場の風です。場の風です。さあ、トン、ナン、シャー、ベっていう字があったと思うんですけど、これを総称して風灰と呼びます。風灰です。まあ方角なんだよね。方角の風が吹いてると思ってもらえればいいかなと思います。その場の風の説明の前に、ちょっと親の話をしようと思います。親、実は麻雀4人でやってますけど、一番最初に持ってきて捨てるをする人を親と言います。親、はい。で他の3人が子供、はい。でこの親は半時計回りに順番に親を交代します。交代するんだよ。なんで子供の時もあれば親の時もあるってことですね。この1周目をトンバと言って、2周目をナンバというふうに言います。トンバとナンバ、はい。トンの風が吹いている場とナンの風が吹いている場という感じですね。はい、はい。で1周目、このトンバの時はいつでも誰でも、トンを3枚揃えれば役配となります。トンを3枚、うん、じゃあナンバの時は先生、そんなわかるよ。何を3枚、そういうことです。2週目は全員が何を3枚集めれば役配というふうになります。あれ先生、はい、トンバとナンバしかないの？シャーとペーは？よく気づきましたね、ポンちゃん。トン、ナン、シャー、ペーって言ってるのに、シャーとペーないですよね。ない、うん、昔はシャーとペーもあったんですよ。3週目、4週目ってやってたんですけど、もう時間が長くてやってられなくなっちゃった。あ、もう外されちゃったんですね。そういうことです。もう2週でいいかなみたいな感じです。仕方ない、仕方ない。ということで、トンとナンしかないんですね。さあ、そして次は自分の風。自
自分の風。自分の風です、うん、自分っていうことは今まで4人全員が同じだったんですけど、今度は自分だけの字があります。うーん、親の人がトンの家の人です。親がトン、はい、そして順番に、うん、ミーの人がナンの家の人、うん、シャーの家の人、ペーの家の人というふうになります。ポンちゃんずっとナンがいい。でも親ってずっと交代するのよ。え、交代交代ってさっき言ったじゃないですか。え、こ、あ、そう、交代するってことは、じゃあ今ポンちゃんが座っているところが親のトンの家の場所だと、はい、トンの家の場所だとしますが、これが交代する、次に交代した場合はなんとポンちゃんは次ペイの家の、ペイなの、ペイです。なんじゃないの、なんじゃないんです。なんは次の次に回ってきます。めっちゃ遠い。じゃあもう一回親が回ると今度はシャーになるということで、親が変わるたびにどんどん変わっていく。それで次は何になる、そしてもう一回回るともう一回次親になって、これが2周目になるわけですね。2周目でこれをまた回すと次がペー、そして次はシャー、そして次がナンとなると、これで2周が終わるので、これで1ゲーム終了となります。それではパンちゃん問題です。じゃじゃん。1周目の何の家に座っている人の役配になる字は何でしょうか。はいはい、なん、なんです、正解。イエーイ。あと、あと4つ、4つ、なんと、はじめ、ポンちゃんがばらまいたやつ、ばらまいたやつ何でしたっけ。白、初、そうですね、白、発、純、うん、あともう一個ですね。もう一個、もう一個、もう一個、もう一個は、一周目、一周目、はい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 、と、トン、トンです、はい、ピンポンピンポン。ということで一周目の何の家に座っている人はトン、ナン、白、発、純の5種類、これを3枚揃えると役配になるということですね。え、めっちゃいっぱいあるやん。5種類もあるんですよ。お得お得。はい、ですが、なんと1周目のトンの家に座っている人はじゃあ役配になる字はなんだ。トンの家、トン、トン、なんダメじゃない、なんダメなんですよ、トンだけ、トン、1周目なんでトンですよね、うん、親はトンの家なんで、トンがダブっちゃうんですよね。で、あと白髪チュンっていうと、なんと4種類。え、そうやん。なんかそう。親の人そうやで。5種類じゃなくて4種類になっちゃうんです。親嫌や。うん。と思いきや。ん？うん。お？トンを3枚揃えたら、場の風と自分の風という役配がつくので、なんとトンを3枚揃えるだけで2班もいただけちゃうんです。え、ちょっとお得。これを俗にダブトンというふうに言います。ザブトン、うん、なんか美味しそうなお肉の名前になったね。え、うん、ダブルトンの略ですね。ダブトン、あ、ダブトン、はい、ということは多分ダブナンもあるね。ダブナン、はい、2周目のナンの家の人はナンがダブってしまうので、ナンを3枚揃えるとダブナンというふうになります。ダブナン、はい、ただ1周目と2周目でトンバとナンバしかないので、かぶるのはトンとナンしかないんですね。そうか、はい、そしてこの役配という役は一つの部分役なので、部分役なんです。ポンちゃん一番最初に鳥の形で頭を1つ、2枚のやつですね、と3枚セットを4つ作ったと思うんですけど、このメンツの4つのうちの1つが役配の3枚であれば、他は、まあ、形になってれば何でも大丈夫ってことです。え、そうなん、そうなんですよ。え、じゃあ漢字めっちゃ集めたくなるやん。そうなんですよ。なんか、ダブルトンの1個とか残したくなるでしょ。いや、
絶対残すお得だもんね、うん、でもほら一番最初に言ったじゃないですか、バランバランの時は一個の字から捨てましょうって言われましたよね。そうなんです、言われた。はい、というわけで、まあ、配られたやつで一個しかなかったら3枚にするのはちょっと大変なので、まあいいかなって感じですけど、2枚やったらもう1枚持ってきて、うん、役配という役が作れるんじゃないかと思って、うんうんうん、はい、頑張ってみてもいいかなという役です。はい、はい、今日は3枚揃えればそれだけで役になるという役配というお勉強をしました。はい、皆さん自分の好きな役配とかありますか？いやー、小馬郷先生が好きなの聞かれたというわけで、まず私からじゃじゃん、チュン3枚です。じゃじゃん、なんでチュンなんですかね。私、宮地中里です。 あ、なるほど。おー、いいな。というわけで、はい、毎回ね、こう名前書くときにこれから始まるんで、うん、チュン大好きです。ポンちゃんは？ポンちゃんは、ちょっと待って、うん、これお、ナウ、なんでナウ？え、あったかいから南の国的な。そうそう、なるほど。白熊なの。寒がりなの。寒がりなの、ポンちゃん。寒い方がいいんじゃない？ポンちゃん、あったかい方がいい。ペーじゃないんだね。え、小馬郷先生、好きなのとかあるんですか？あんまりないけど、あえて。あー、また純白真っ白。なんかね、ポンちゃん見たよね、これね。前見たね。もう真っ白ですよ。うん、前好きな灰吐くって言ってたんで、うん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 、これ変わったらおかしい。デジタル。まあ数え間違いがないんでね、分かりやすい吐くが僕は好きですね。触っても分かりやすいですしね。ツル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 です。はい、それでは小馬郷先生、次回は何を教えていただけるんでしょうか？はい、次は新しい役でピンフという役をお話ししたいと思います。タイムポンちゃん、ピンフまずい。まずい、うん、え、まずい、なんでなんで。マージャンの三大難しいのうちの一つだと思う。え、私が教えてて思う。次回、毛病使っていいですか？ダメです。ダメです。引きずり出します。ダメですよ。この動画が勉強になったなって思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ツイッターもフォローしてね。それではまた次回も見てね。バイバイ。バイバイ。皆さんこんにちは、麻雀連合の小林豪です。はい、日本プロ麻雀協会のキムテヒョンです。ノーレートフリーっていうのは何なのかっていう人もいると思うんですが、基本的に麻雀が一人でも打てる方が好きな時間に来て好きなだけ打って帰るという仕組みになってます。詳細は各店によってちょっと違うんですが、お店ごとにルールや時間帯が違いますので確認していただきたいと思います。例えばこちら王子店では、金曜土曜日の夜の時間に M リーグルールのノーレートフリーを開催しております。50分打ち切りで、ゲストプロや麻雀の強い一般の方と一緒に、もう M リーグさながらの真剣な雰囲気で、皆さん愛を使って遊ばれています。 M リーガーの方もゲストで来る日があるので、上級者の方でぜひ M リーガーに M リーグルールで挑戦したいという方はもちろんのこと、まだちょっと打つのが不安で慣れてっていう方も M リーガーの方きっと優しく教えていただきますので、ぜひ安心してご来店ください。